日ブログ生活1137日目。人は早いのを好みます。どっちが早いかを比べたくなります。そんな人におすすめの接着剤があります。今日はそんなお話です。体がほぐれると心もほぐれる。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンド産業資材事業部、ミッション使命、お客様のできないをできるにつなぐ、ビジョン世界観、関わる全ての人がつながり、さらにつなげたくなる世界にする、ファッション情熱、粘り強く問題を解決して信用を積み重ねる。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、お勤めるとは仕事が早い。鉄道と飛行機どっちが早いかマップがあった。出発地の東京と千代田区からどっちが早く着くか。鉄道の方が早いのがオレンジ色、鉄道の方が遅いが時間差30分以内が黄色。さすがに九州と北海道と四国は色がつかないが、本州はほとんど色がついている。北海道の一部、函館かな、もう色がついているのはすごい。今では新幹線も早くなり、どこにでもつながっていますね。行こうと思えば札幌から鹿児島まで電車でつながっています。飛行機が嫌いな人でも行くことができます。人は早いのが好きですよね。ちょっとお金を払えば高速道路や特急、新幹線を使って時間を買うことができます。みんなに平等な時間も買うことができるんです。早く乾く接着剤が欲しいとよく言われます。究極の速さは瞬間接着剤になりますが、その次に速い接着剤は何か。それはホットメルト。ホットメルト型接着剤とは 100% 固形分でできていて、水分や有機溶剤を含まない安全性の高い接着剤です。ホットメルト型接着剤には粒状、ブロック状、スティック状などなど、いろんな形をした接着剤があります。通常は常温下で固まっていて、熱で溶かすと液状になり、溶くした後に急速に固まる。常温では固形、これを専用の機械で温めると液状になる。ホットメルトは紀元前から使用されていたとても歴史の古い接着剤です。ホットメルト型接着剤の特徴としては、接着が早い、使用用途が広い、再接着ができる、無溶剤です、安全性が高い、抵抗性が大きい、経済的です。このようなたくさんのメリットがあります。さらにホットメルト型接着剤の用途は、1、段ボールの制汗および風汗の接着、2、自動縁乗り機による各種延滞のパネル、木工面への接着、3、クラフト紙の包装、試行品箱の接着、4、荷崩れ防止用、5、製本の無線綴り、6、フィルムラミネート、7、紙おむつ等の衛生用品の接着、8、自動車の内装材の接着、9、電子部品の固定、10、鋼板中心の接着などなど、用途も幅広い。環境にもよく、食品衛生法の適合商品もある。早い接着剤といえばホットメルト。